私の出番は入ってるの。毎度クロナのパワー見るがいいです。クロナのパワー見るがいいです。デデデス、マヤしっかりして。マヤさん飛び出す。
きゅー、無念です。しのぶちゃん、お城が崩れる。急いで脱出するわよ。驚かせてしまったかな。今の揺れはちょっとしたジョーク、いたずらじゃい。誰？ものすごい魔力。こんな悪魔見たことない。まったく黒なよ、自分のことながら不甲斐ない。お主、何度負ければ気が済むのじゃ。懐かしくも忌々しい顔ぶれじゃの。悪魔ハンターの姉妹よ、わらわはそこにいるクロナの遥か未来の姿。大人クロナちゃんじゃ。一体どういうこと？オケ、オカメ。簡単なことよ。次元融合を引き起こしたのはわらわじゃ。え？へっへん。大人クロナは超すごい魔力を持ってるから、次元とかいろいろ簡単にいじくれちゃうのです。ちょっとそれチートすぎじゃない？複製も何もあったもんじゃないわ。できるからってなんでこんなことを？なんと話に古いアルバムを見とったら、この時代のことを思い出してね。いつもいつも悪魔ハンターに邪魔されていた学生時代、今になって急に悔しさがこみ上げてきたのじゃ。じゃから数千年、いや数百年じゃったか、久方ぶりに復讐でもしようかと思うてな。まあ言うてしまえば過去の清算じゃよ。本当に過去に戻って清算するバカがどこにいるのよ！忍ぶよ、その暴言実に懐かしいぞ。これは少し頭にきたな。せっかくの復讐者じゃ、もう少し付き合ってもらうぞ。これは大人クロナちゃんにものすごい魔力が集まって。残念、振り出しに戻る。ユーザプトゥージョ。登ったのに
放題の姿が見えなかったのも気になるわ。お兄、無事だといいけど。最上階、また目指すしかない。大人黒なめ、絶対絶対ボッコボコのグッて型にしてやるんだから。しのぶちゃん、だいぶイライラしてる？お兄分が不足してるのかも。そんなんじゃないわ。私はただ大人黒のが許せないだけで。はいはい、マヤさん、分かってますから。ちょっとマヤ、違うんだからね。悪魔ハンターの力見せてあげるわ。